仙台大学をお願いします。どうも、セシブログを運営しているセシミンです。今日は仙台大学について解説します。めちゃくちゃ公立大学っぽい名前をしているんですけれども、私立大学です。しかも総合大学っぽい名前なんですけど、体育大学です。人は見かけによらないって言いますけど、大学も名前によらないですね。東京ディズニーランドは東京ではなく千葉県にありますしね。動画の流れといたしまして、最初に詳細情報を解説した上で、後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ、いつも通りですね。こちら一つ一つ見ていきましょう。1つ目、基本情報といたしまして、所在地宮城県となっています。設立年は1967年と結構昔からある大学ですね。学部学科といたしまして、こんな感じになっています。どの学科もスポーツに関するものばかりですね。こちらは後ほど学費偏差値等一つ一つ見ていきましょう。学生数2636名と比較的小規模な大学となっています。2つ目、学費について。学費はこんな感じです。初年度で144万円、2年目以降が119万円となっています。初年度はこちら入学費25万円がかかっているので、2年目以降はその入学金を引いた金額になっているっていうことですね。私立大学の平均学費年間114万円なので、相場よりも少し高いなという印象ですね。3つ目、偏差値について。偏差値は35です。かなり低いですね。偏差値ランキングで言うと、全767大学中721位、私立589大学中543位と下位 10% に入っている大学となっています。まあね、体育大学なんで仕方ないんですけどね。4つ目、有名人について。有名人は合計で38名います。こちら2ページにわたって全員載せておきますので、詳しく知りたい方は動画を止めてご覧いただければと思います。こちらが最初の20名、そしてこちらが残りの18名となっています。サッカー選手が多いですね。体育大学なんでスポーツ選手しかいません。5つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは3つです。1つ目が就職率、2つ目が業種別就職割合、3つ目が主な就職先と。就職率、こんな感じで学科別に公開されています。全体で見ると 96.2% ですね。まあ、いつも言ってますけど、就職率っていうのはもう今当てになりません。なぜなら求人数の方が就活生よりも多い時代だからです。業種別就職割合についてはこんな感じになっています。主な就職先についてもこんな感じで、業種別に一部抜粋が公開されています。こちら就職実績について詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧いただければと思います。こちらの URL は概要欄に載せておきます。全体感をお伝えしますと、まあ、正直いいのかどうかってあんまりわからないですね。というのも総合大学ではないので、就職先もまあ大企業とかっていうよりかはスポーツ系のところに行く人が多いんですよね。一つ言えることとしては、年収の高い企業に入りたいのであれば、偏差値の低い体育大学よりも偏差値の高い総合大学に行った方が有利ではあります。次に仙台大学の評判についてです。目次はこんな感じです。こちら一つ一つ見ていきましょう。1つ目、東北唯一の体育大学と。まあね、体育大学ってそんなにポン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 乱立しないんで、東北唯一になるのも仕方ないですね。東北でスポーツを頑張りたい人は仙台大学に集まってくるようですね。考えてみたらそれめちゃくちゃ強いですよね。だって東京とかってスポーツやりたい人でも結構ばらけるじゃないですか。でも東北って、東北で強い人全員その大学に集まるとしたらめちゃくちゃ有利じゃないですか。2つ目、設備も整っている。仙台大学の口コミで設備が整っているっていう口コミ非常に多かったです。これね、すごいことなんですけど、今疫病が流行っている中で仙台大学でクラスターって起こったことがないんですよね。このご時世でも、まあ、自粛しているとは言いつつも遠征とかも多少はやっているようなんですけども、感染対策をしっかりと行っていたみたいですね。これはね、個人的にすごいなと思います。体育大学って結構クラスター起こるのも仕方ないかなとは個人的には思いますが、これは素晴らしいなと思います。ちょっと話がそれましたが、設備はかなり整っているみたいですね。その分学費も高いですけどね。3つ目、上下関係は厳しいと。これもね、体育大学なんで仕方ないかなと思うんですけど、上下関係は厳しいみたいですね。実力主義な面があるらしくて、実力があると結構チヤホヤされるけど、実力がなくて年齢が低いと結構ね、厳しく当たられるみたいですね。これは仙台大学に限った話ではないと思います。この動画では仙台大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は一橋大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。